はい今回は不同意性交罪の謎はですね同意なければ逮捕されるということなんですが実はこの、まあ、法案法のまあ、なんていうのかな考えるのの,の背後に若年被害女性支援団体その存在がある、まあ、こういったことについてですね考えてお伝えしていこうと思います。 今回もよろししくお願いいたします、まあ、こちらの話ですね、ちょっと一見するとすごくまあ難しい話に見えるんですが、まあ、そう難しくないと、でこの <laughs> まあニュースの記事になってるんで、そのニュースの記事を、えーまあ、紹介するんですが、 そのニュースの記事だけを見てるとね、えー、まあ何やら、えーね、いいことなのかっていうふうに変なふうに思ったりもするんですが、実はそういったいいことの裏には違う目的、まあ、大きなる利権ですね、その、まあ、女性差別だとかっていうことを語る、えー、まあこの、ねえー、若年被害女性支援団体、WBPC のその関与があるっていう、まあ、そういった話なんで。 そちらを考えていきます。まずですね、このニュースになっていたんで、この非常に何か難しいようなことを言ってるんですが、それを考えていきます。強制性交罪を不動意性交罪と罪の名前を変えたと、同意なしは処罰するっていうことを明確化したっていうことなんですね。まあ法務省があの刑法を変えたんですよ。この 性交罪から不同意性交罪って何やらあまあ難しいんですがでこの強制歪説、えー、罪は不同意歪説罪に改めるとで、えーまあ、国会に改正法案を、まあ、盛り込んでいくということなんですねで、えーまあ、いろんなことがまあ言われているんですが被害者団体の要望を踏まえた上で同意のない、えーまあ、性行為は処罰対象となることを明確に示す狙いがあると。この <laughs> 同意のない、えー、なのは処罰対象になるとかってもわけがわからないんでただこのニュースだけではちょっと例えば分かりかねないとかねまあそういうこと言うとまあ、男性側とかっていう話になるんでまあまあもうちょっと見ていきます。この、えー、性,犯性犯罪規定がままあ、2021年に始まった 法制審議会などで、まあ、議論の見直しが進められていて、でその強制性交罪の成立になったと、でまあ、何やらいろいろ書いてあるんですね、現在の暴行、脅迫だけでなく、虐待とか経済、社会的地位の利用などとか、まあ、いろいろ書いてある、でまあ、何やらまあ良さそうなことを書いてあるわけですよ。<laughs> あの処罰行為の対象として厳罰な処罰につながるとかっていうことを言うんですがまああのー、でこのなんていうのかなあ、まあ、常にねこの、まあ、女性があまあかわいそうであるっていうことを言うんですよ。確かに こんな別に法案とかでなく、もしもしねそういうい同意なくそういうことをした場合はえ、女性が悲惨なんですが、これ、この女性があーなんていうのかな悲惨であるということを打ち出して、え裏側で金を儲けようという巨大利権え、その可能性があるんですよ。でこの例えば あの被害に遭った側は医師に反する性行為を一律に処罰する罪として不動異性交罪の創設を設けたがあまああの処罰対象が曖昧になる曖昧になるということで、えーまあ、これが採用されなかったとで、えー、まあこのなんていうのかな陽項の条文には同意しない医師とかの ね言葉だけが使われて、まあ、被害者の意思も重視されているっていうようなことが書かれているとでまあ、またいろいろ書いてあるんですよ。うん、で、えー、これ例えばですねこの内容だけを見るとこうも取れるんですよ女性に良い、えーね、女性が例えばそういったものに女性が弱者だからまあ、確かに女性が弱者っていうことはそれは思います。 女性が弱者だから何かそういった男性とのことがあったら、えーねえー、その時に備えてっていうことは考えられるしかしここからですよ。 この件を押し,し進めているものの、えー、背後にですね、ボンド、パップス、若草プロジェクト、2、えー、ユメノとかね、立花淳という、そういった若年被害女性支援団体の存在があるということです。ここでまずピーンときます。何やらこれはあるんじゃないかと。うん、でこの2ユメノとかコラボとかね、このひまずらあかねさんの、まあ、追及でいろんなことが分かってますけど、えー、女性差別がとか、平等がっていうことを口にします。しかしかそそのそこの 裏に生ずる巨大な利権に群がるまあ、要するに利権ビジネスなんですよ弱者ビジネス利権ビジネス。でこの <coughs> 同意のない性犯罪行為とかってありますけど、意味が分かりません、これ、はっきり言って、例えばカップルとか男女とか、夫婦で、例えばそういうね、えー、その男女の関係をして、その後にね、えー、何か何か別のトラブルがあって、女性がそういうことを言ったら、男性が追い詰められるんですよ、でそんなこと言うと、いや、男性がどうとかって言うんですけど、違うんです最初からそれが狙いなんですよ。 フェミニストとかフェミニズムの意見っていうのはもう最初から決まってるんでね、男が悪いっていう、えー、その風潮を打ち出して、女が悪くない、男が悪いっていう風潮を打ち,打ち出して、えー、そういったことを、まあ、利用して金を設けるのがこのフェミニスト団体、この2等、えーまあ、夢のであったり、えー、このコラボであったり、WBPC とか、そういったものなんですよ。で 金儲けけがバレるわけですよだから弱者とかそういった人権とか差別とか女性とかってそういったことを表側にうたってその利権確保そういったようなことをしていると。で例えばね僕がこの話をするとなんか何やら何を言うのかっていうのなんですけどインターネット上もこういった声が ほほぼほぼで出てるんですよこのだからあコラボとか2等夢のとかその w b c が出てきた時点で何やら違和感があるなと思う人がいる。で例えば あのこういったことがまあ、ネット上で、まあ、いくつかあの意見が、えー、あるんですよ。で最後にちょっとすごく難しい話をいくんですが、えー、順番に難しくな,な,ないところに、まあ、難しくないというかあの分かりやすいところでこまずこういったいくつかの意見を考えていきます。実は男女関係に同意して、えー、そういった行為が及んだ 及んだにもかかわらず後から実は同意していなかったんだと女性が、えー、ね男性にそういうことを嫌がるのにやられたとかっていうことを騒ぐとねこれっていうのは実際はそうでもなくても女性が被害者になるってその構造があるってそういったことを指摘してる人がいるんですよ。で似てる話ですがまあ、こういったね、えー、後出しじゃんけん的な、えー、ことが、えー、不動意 不同意性交罪とかっていうもの、その後足じゃんけんのものが通ってしまったら、世の中がめちゃくちゃになると、僕もそう思います。で、例えば、実際こういう話になるんですよ。男性ね、まあ、これは男性と女性の駆け引きなんですが、こういうことをおっしゃってるんですね。男性、私は、えー、まあ、何々とまあ、言います。今からそういった行為に及んでも良いですか記録に、えー、残したいけど、えーね、ね こう録音します。ここに、えー、反抗してくださいとかって言う。例えば、女性、私は何々と言います。ね、えーまあ、そういったものに関して、えー、了承します。えー、まあ、否認してください。ここに、えー まあ反抗うついてください、ね。意味がわからないじゃないですか、それ。意味がわからないんですよこ。で、今までね、僕たちが生きてきた中でこんなことはなっていない。で、別にそ問題っていうのもあるかもしれないけど、そんな問題,では問題にはなっていないが、こういったことをすることによって別のお問題が生ずるんですよ。だ例えば、僕たちが今まで過ごしてきてね、そ例えば男女の関係だったり、カップルであったり、ご夫婦だったり、そういったところでね、そういったあ関係があるときに、いちいち同意書交わしますかって、意味がわからないじゃないですか。 これそういう法案ですよ、いちいちそういったこと、あの事行為に及ぶ前に同意書を交わすっていうね、うん、あのサインします、犯行しますって、意味がわからないからね、うん、同意のない行為は犯罪だっていうことをあの書いてる、で、議員がね、えー、こんなこと言ってるんですけど、この議員の発言っていうのは、けがわからないんですが、 同意のない行為は犯罪だっていうことを法律に盛り込まれていると、えー、いうことで、えー、いろんな人が苦しむ面倒だと思うかもしれないが男性はそういうことをサインすればいいあとからどういうふうにこういうふうに言われる懸念が残るんであればそういうねその例えば男女の関係をしなければいいはい、わかりましたあじゃあ出生率が減りますねって話なんですよ。 今、日本で問題になっている、ねえー、少子化の問題、出生率の問題、どうやったら出生数が増えるかと言ってるわけじゃないですか、少子化が問題だって、うん、少子化、出、え、生、ー、率は減る、そういったことを促進するようなこれ法案ですからね、ま全く意味がわからない、こういったものをまあ通すっていうか、通るっていうか、うん、皆さんもあの思いませんか、普通に。別に、まあ、僕たち、普通にね、えー、大人なんで、んでこういう話を真面目にしますが、そういった例えば男女関係とかね、ね、えー、そのご夫婦とか、 カップルとかの間でそういうことをね、えー、その男女関係をする前に同意書って取りますか今まで取ったことありますでこれから同意書必要ですか何を持って同意したんですかわけわかんないじゃないですかでここから、まあの猛烈にちょっと難しいなんだ専門家の人の意見かなと思うんですけどまあ、ちょっとその専門家の人の意見を、えー、考えていきますね まあその同意のないそういった行為、えー、とかあ、それが犯罪であるとか、そういったものっていうのは、推進側がですね、えー、楽観主義である、推進側っていうのはこの、例えば、ね、えー、それを推し進めてる側ですね、背後に WBPC とかっているんですが、それが例えばダブルスタンダードっていう、まあ、ダブスタっていうものなんですけど、それを言っていると、だから常に利権ということです、そういうことを言って、女性が悲惨であるなんとかって言って、そういうことを言う、単なる利権です、弱者ビジネス、あのそこに群がる利権です。 で、えー、こういったものっていうのはね、ね <coughs> あのそのそこういうのを推進する側っていうのは、ねえー、性の問題っていうのは社会に、えー、常にあるんですよ、でそれを分かっていて、で人々っていうのはその性の問題の被害者になる危険があるってことを分かっていて、えー、そういうことを分かっているんですが、自分たちが金儲けをするため、であるいは、えー、なんていうのかな、うん、それであるんならば、よくその男女平等とかっていうなら男の方にも考えないといけないんですが、全く考えないんですよね。うん、で なんていうのかなあの自分たちに都合のいいように。だからこれ、都合がいいんですよ。こういった法案を通すことによって、女性が何かがっていうと、差別だとかね、女性が被害に遭ったっていうことを騒ぎたいんですよ。別に、それが騒ぐことが目的なんですよ。そういう目的のもと、言うなればあの、このフェミニズム、フェミニストっていうもの、ね、利権に群がる、あるいはですね、権力を利用する、そういったものに対して、不公平に迫っていく法案であるっていうことです。だから、なんていうのかな。 皆さんも僕も言いましたけど、僕たち今まで生きてきて、こんな性のことに関してね、同意書なんてないじゃないですか。ないの、何これこんな急に言ってるんですか。でしかも、まあ、僕はそううの苦手はかかりませんけど、その男女関係でね、えー、こうなんか空気とか、あのねこうなんか押し押され、えー、駆け引きとかってする、そういうものなわけですよ。 で、えー、そこにいきなりですね、えー、例えば分かりませんけど、えー、同意書とか書類をとかって、分か,かんない、わけ分かんない、冷める、多分男性も女性も冷めると思うんですよ。で、まあ、あのー、 まあなんていうのかなそのそ女性が、えー、被害に遭うとかそういったことを言うとかね、えー、そういったあことからこういったものを,を言っているとで実際ね、ねこれ皆さんも思うかもしれないんですが女性があ例えばこういった、えー、その男性にどうのこうのっていうことの、えー、責任を問いただす声っていうのはまあほとんど、ね、少ないんですよ、うん、そのだ例えばそれが多多かったら分かりあの問題であると思いますよ。例えばね、えー、その <laughs> でここ最近もその LGBT とかそういうのも言ってますけどで少数なわけですよ、少数あれはないんですよ、だけどあのそのそ推進側っていうのは、そういったまあ、ないようなものを少数であっても、そういったものを擁護するとかって言って、そちら側に回るんですよ、で、なんでかっていうと、利権を設けるから、推進派の利権です、女が、えー、不利であるものを有利にするそういうことを言って、えー、女性が被害者であるっていう、えー、ことを掲げる、うん、だから、そのこの法律自体が難しいっていう 言うんですけど簡単に言うと、こういうことです。女の人はかわいそうである、女の人は被害者である、男は常に悪いんだっていうことを言って、そういった風潮を打ち出して、女性が弱者であるっていうことを打ち出して、弱者ビジネスの利権確保、つまり、えー、これっていうのは、なんていうのかな、そのうん、ちょっとうまく言えないんですけど、<laughs> まあどういった利権が見込まれるのかっていうと、その冤罪ビジネスっていう利権が生まれる可能性があるんですよ。例えば全くね 男性が何もしていなかったにしても、そういった男性に対して女性が、えー、そういうことを言うと、でその後ろに回っているのがそういった団体なんですよ。で、女性があ、ね、悲惨だ、差別に遭ってる、えー、ね苦しんでいるとか、そんなことを言って、そういうことを言って、えー、その冤罪ビジネスをして儲ける、そういったまあ、利権であると思うんで、非常に違和感しかないんですし、この法案というのはちょっとあの非常に危ないんですよね。で、ちょっと説明があの難しい話でうまく伝わらなかったかもしれないんですが、だこういう。<laughs> ね、今までそんな必要のなかったものを勝手に、ねえー、その同意書がどうたらこうたらとかって言い出してで、えー、気づいてみたら背後に、ね、WBPC がいたっていう2等夢のとかコラボとかその橘潤とかそういったものがいたっていう、えー、単なる利権のことであると、まあ、そういうことだと思います。 このちょっと難しい不同意性交罪とかそういったものがちょっとニュースになっておりましたので、いろいろ調べて思うところ、わかるところをお伝えさせていただきました。何かご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりです。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。